国ではない。石破元幹事長はこれまで総裁選挙について準備しておくのは当たり前と述べるにとどめていましたが、複数の関係者によると出馬に向けて周辺と協議するなど詰めの調整に入っています。岸田内閣の支持率が低迷する中、次の選挙で厳しい戦いが予想される議員からは、世論の人気の高い石破議員に選挙の顔としての期待を寄せています。いろんな思いを持った方が総裁選に出て関心を持っていただく中で行われるのは本当にいいこと。一方、岸田総理大臣も昨日は議員との会合をはしごするなど足場固めに奔走しているほか、現職閣僚の河野議員や高市議員もいつ判断するかを見極めている状況です。ただ、ある党の幹部からは、総裁選挙まであと3ヶ月もある、あまり早く決めると息切れしてしまうのではといった声も聞かれています。石破元幹事長総裁選出馬の動き、藤井さんいかがでしょうか。これやはりですね、例えばこういう選挙の時に1人しか候補者がいない、あるいは2人しかいないとなると、やはり最も適切な方が選ばれる可能性が減ってしまいますよね。ところが多様な選択肢がある中で選択をすると、より適切な方が選ばれる可能性が増えますから、こういった動きというのは大変結構なことだと思います、ね、選択肢が増えるということにもなるわけですね、はい、ポスト岸田の動きが本当に活発化しているという現状です。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。